では SE のバリエーションは今出しているこちらです、はい。一番左にあるブロックというのは、うん、自我超自我っていうのは意識ができる部分、うん、超緯度緯度っていうのは意識ができない部分ですね、うん、で、強弱っていうのは、うん、自分がそれが得意かどうか、はい、で価値っていうのはそれを価値が高いものだと思っているか、うん、別に低く見積もってるか、はい、っていうところでございます、うん、ではまずこの一番上自我ブロックの、主導する機能から、はい、紹介しますと、うん、この主導する機能創造する機能いずれもこの自我ブロックのところは、うん、SE 外交感覚を信頼しますと、うん、強弱が強くて価値も高いと思っている、うんうんうん、で主導する SE、うん、SLE と SEE ですと、うん、私ちなみに、はい、あの自分の話ばっかりですみません、うんうん、自己診断やってみようみたいな時は、うん、一番初めに SEE になったんですね、うんうん、まあ諸説ありますが ESFP がここです、うん、SE を最大の武器にするのがこの SLE と SEE ですと、うんうん、この2つのタイプにとってSE は自分のアイデンティティであり人生の要ですと、活発に行動したり交流したりしている人々といると気楽さを感じます、はい、人を組織し必要に応じて動かし、うん、特定の目標へと方向づけることができます、うん、他者に服従したりさらに貢献したりも好きですが、それより効率的に物事を起こすことができるからなのですと、うん、自分の周りで生じている縄張り争いや対立に敏感です、うん、他人から攻撃的あるいは敵対的な方法で動かされそうになったり、うん、何かをされそうになったりすると、うん、即座に自分も敵対します。人々がお互いに操作しようとしていたり何らかの目的を持って自分を組織化しようとしたり、うん、しているとすぐに察知します、うん、また自分の目的を達成するために、うん、自主的に攻撃を仕掛けることもあります、うん、自分が何をして、うん、何を着て、はい、何を食べて、うん、何に似ていて、うん、など全て自分で決めたいと思っており、うん、他人に決められそうになると憤慨します、うん、しかし自分が最も目立てるのであれば、うん、他者の考えやアドバイスも発想も喜んで取り入れます、うんうん、困難な状況で自分の意思を試すのを楽しむ、うん、人生を逆境と困難に満ちた険しい道のりとして捉え、うん、切り抜けて打破しなければならないものと考えています、うん、この主導する SE を持つこの2つのタイプは、うん、自分だけでなく人もどんどん動かしていきます、うん、必要ならば攻撃も辞さない構えという潔さが主導する機能らしいところですと。なんかこれを読むと、はい、うん、縄張り争いに敏感とか対立に敏感とか、うんうんうん、これはなんかね分かる気はするんですけど、敏感で、はい、それをどっから取ってるか、どっから感じているか、まあ見た状況じゃないですか、人の動きが分かるみたいなところですよね、うん、はい、感覚が優れてるんで、センサーが優れてるって話じゃないですか。直感でもピンとくるところはあるじゃないですか。直感はセンサーじゃないんですよ多分。何を見てますか直感は。直感です。何も見てないんですよ。何も見てないことはないかもしれないけど直感なんですよ。ほう。だから多分この辺が S と N、 S はセンサーっていうじゃないですか、もうセンサーがすごい敏感だから、はい、世の中でどういうことが起きてるか分かっちゃうみたいな、はい、で直感に近い感覚がするじゃないですか。そうなんです。難しいんですよゴーストがささやくんですよ、はい、直感の人は、はい、データとかよりも、うん、いや何か違うって言ってる、うんうん、っていうのが直感じゃないですか、うん、その気持ちは分かるんですけど、うん、それはセンサーじゃないですか。でセンサーっていうとそれはデータなんですよ。あそこでこういうことがあって、ここでこういうことが起こって、ここでこういうことがあってるっていうのを全部把握してるみたいな。それセンサー。それセンサーだと思うんですよ。全部把握した上で判断してるみたいなのが S ですよね。あ、だと僕、うん、S はやっぱり弱いかもしれないです、うん、あの人が怒ってる、あ、嫌な顔してるとかっていうのをこうバーッとセンサーが優れてるってのってそういうことですよね、はい、だからあの人、あ、なんかちょっと様子がおかしいなとか、
でもそれはでも直感の人も分かるよねって思うんですよ、うん、まあ、直感が分からないとは言わないですけど、そこが優れてる、あ、うん、あ、優れていて信頼していて、信頼していて、それを採用するっていうことですね。そう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 、でそれをまあすごく意識してるから、ずっとこう見てるんじゃないですか、状況を観察してるというか、そういうとこかもしれないですね、はい、あ、リクさん、昨日に引く続きおはようございます。おはようございます、ごきげんよう。ごきげんよう。 ESTP なので SE が気になると。はい、あ、多分 ESTP はあの主機能の人ですよね。多分主導する機能に来るんじゃないですかね。多分主導する機能、はい、分かりました。どうです、でもこのね、自分が何をして何を着て何を食べて何に似ていて自分で決めたいって、うんうん、みんなそうじゃんって思うんですよ。そこ体調もそうですよね。そうですよ、僕もそうですよ。はい、でその強弱の話をしてるんだと思うんですよ。その思いは多分あるけど、うん、なんかこれはポキッと折れちゃう価値観が、例えば僕だと SLI ご自覚、はい、無視された機能なので、はい、価値は低いと思ってるんで、はい、こうしたいと思ってても状況が違えば、まあ、めんどくせえねポキッてでやっちゃうみたいな、まあ、ここの説明まで言ってないんで分かんないですけど、はい、じゃあちょっともうちょっと見ていきましょうか。はい、感覚は経験とかもあるのかな。経験とかもそれはそうですよね、うん、そうですよねっていう説明でしたよね。では次2番目、想像する機能ですと。はい、なんでまだここは自我ブロックなので、うん、得意で強い人たちの内向の人たちなんですけども、はい、LSI と ESI ですと。はい、先ほどの主導する機能と同じで自分や人を動かすのが得意なのが LSI と ESI ですと。うん、壁にぶつかった時には直接的な行動を起こすことで自分の目標や欲望、さらには仲良しの友達や家族、仲間の利益を達成できるように努めますと。うん、他人に必要な行動を起こすように努めたり進めたり、ここの状況ではわざとプレッシャーをかけたり突然組織の役割を引き受けたりすることもあるかもしれません。基本的には衝突を求めませんが、うん、別に衝突が怖いわけでもありませんと。自分の責任を真剣に受け止め、コツコツ丁寧にそれを果たそうとしますと。そして他人にもそれを期待します。 SLE と SEE 主導する機能の人たちが壁にぶつかる前から行動を起こしたり、あえて衝突するのに対し、この LSI と ESI は必要になったら行動を起こすというスタンスで衝突はあまり求めませんと。なるほど。またこの先ほどの主導する人たちは自分も人もどんどん動かそうとするが、 LSI と ESI は基本的には自分のことは自分で動かすと考えているので、人を動かすのはあくまでもサポートに過ぎません。僕もね、なんか人を動かすのはね、申し訳ないが先にあるんですよ。なんでできることは自分でやる、はい、できないことも自分でできるようにする、うん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 、でなんかまあお金が払えるとかになってきたら、うん、お願いしてもいいのかなとか、うん、っていう感覚なんですけどね、はいはい、何でもかす SE を見て俺だ俺だって言ってたのかがまあ動かしたいっていう欲求はあるからじゃないですか。そうだから意思は皆さんあるじゃないですか、はい、でそこを握ればそうなるって話です。でも人を動かすのはね、若干躊躇はあります。動かし、でも目立つって人を動かすことじゃないですかっていうのがあるので、そこを握ろうとするみたいな。ああ、なるほど。かなとは思いますけどね。だからその SE だって言ってたときは、はい、そういうことなんじゃないですか。動かしたいって思ってるもん。あ、人をね。ってでもなんか働かせるイメージじゃないんですよね、うん。見てもらうっていう意味の。まあそれも一緒じゃないですか。一緒なんですか。多分このタイプの人は それもあると思いますよ。よく SE はこのソシオニクスのこのめまいさんのところでは政治家みたいな、要はあの人たちはまあ自分も目立ちもするが、この活動員を何個か動かすわけじゃないですか。あの人たちは俺を見ろじゃないですか、僕のイメージでは俺を見ろで、またこっちではお前ら働けじゃないですか、うんうん、僕お前ら働けができるかなって今ちょっと選挙を見据えると、なんか極力、まあ、でもお前ら働けよりも俺を見ろが強い気はしますけどね、はい、イメージ的には注目を集める、なんかすごいことを言うだけ言うだけいや合ってますよ、はい、合ってますよ別にみたいなイメージです。そこが仕事みたいな、あとは良きに計らえですよそのイメージです、はい、はい、だから命令するとかっていう感じではないイメージですよね。ヤンバラさん、自分の意思や意見を通したりするには
他の人を動かす必要があるからか。そうか、はい、確かにそうか、うんうん、LSI、ESI 良くも悪くも企業で求められる人、うん、まあそうですよね、責任感が強いって感じですもんね。で自分でやって、うん、サポートが必要な時にはちゃんとサポートをする人、サポート求められればする するし動かすしって動かすし、はい、では、まあ、動かすことを求められればですよね、はい、では次に進んでいきます。今最近私の自覚では次になるんですけども、はい、次は長自我、ブロックでいうと長自我のところですね、うん、ここは SE への不信がありますと、うんうん、規範の機能、脆弱な機能のいずれかに SE を持つタイプは SE に対して不信感を覚えますと、うん、で規範の SE、 ILE と IEE ですと、うん、このタイプの人たちはあるべき姿と比べて、うん、規律がきちんとしていないとして、うん、自分を批判する傾向にありますと、うん、そして非常に限られた成功によって自分を改善していこうとするのがこのタイプの典型的な特徴です、うん、やりたくないことを自分に、うん、あるいはこの場合だと他人であっても強いることはほとんどできず、うん、適切に人々を動かしたり組織化したりする方法を理解するよりは、うん、人々がやりたがらないという状況を破り捨てようとしますと。この ILE と IEE は力を加えて自分や人を動かすことに自信がありません。そのため険しい道のりを乗り越えようとするその自我の人たちとは対照的に、むしろその進みにくい状況の方をどうにかしようと考えるのですと。もっとも規律、組織化、動員は自分で生み出そうとするものではなく、必要があるときに自然に生じるものだと、うん、しかし彼らは戦わなければいけないことのせいでどんどん疲弊していき、困難に直接立ち向かい続けるよりは別のもっと楽な道を探し続けますと。この ILE と IEE は、うん、困難に立ち向かい続けると疲れてしまって楽な選択肢を選んで進もうとする、うん、初めの引用の非常に限られた成功はこうした選択肢が関係しています。ぐいぐい押すことで何かをさせようとするやり口に腹を立てますと。そして圧をかけて相手を動かそうとする人の意見は拒絶します。自分は圧力を使うのを避け、代わりに誘惑したり感動させたりするのを好みます。ものすごく怒った時だけは強硬的で欲求が多い人になるが、ちょっとしたらすぐに落ち着きますと、うん、力を加えて自分でぐいぐい動かすのも苦手だが、他人からぐいぐい動かされそうになるのも嫌いです。こんな感じはしますよねなるほどね、はい、確かにぐいぐいはないですね。そのこの説明の入る前に言ってたじゃないですか、申し訳ないが出るって。申し訳ない出ます、人を動かすのは、はい、まさしくこれなんじゃないかなっていう自分でやらなきゃは、うん、でも自分でやらなきゃはありますよ。でも自分でやらなきゃも苦手だって話ですよねやってないからやってないし、まあその説明だからこうもうちょっと楽な方向がないかみたいなのを探す。でも人生って そういう旅じゃないですかそうだろ君だって。僕はサボりたいですよ、楽するために努力します。努力もやるっていうことなんでしょうね、はい、多分、はい、でこの人たちは悩むんですよ、うんうん、どうしたら自分が一番輝く方法で、うん、楽な形でお金につながるか、うん、ピンとくるところもありますね、はいはい、では次、はい、脆弱な SE というところで LII と EII ですと。で先ほどに以上に SE への不信感があるのが LII と EII ですと、うん、攻撃的あるいは敵対的な態度に過剰反応しがちで、うん、単なる反射的なあるいは反応、うん、この悪い雰囲気による結果でしかなくても、うん、自分への脅威だと捉えますと、うん、このグイグイ来る感じに、はいはいはい、先ほどの、うん、まあ規範の機能な人たちは、うん、グイグイ動かされるのが嫌だった、うんうん、がこの LII と EII は、うん、EII はグイグイどころかちょっとでも人に動かされそうになると自分への脅威だと感じます。他人の空間に踏み込むことや高圧的と受け取られるかもしれない
態度を取ることを避けようとし、人にしてもらいたいことを頼むよりは自分で訓練したり準備したりすることで自分の欲求と向き合っていこうとしますと。このような戦略に失敗すると生じてしまった衝突を対処しようと努力するのですが、臆病で不自然に見えるようなやり方をするので押し付けがましい人に見えますと。このことによって痛烈な批判や自分の弱さ、無力さに直面することになりますと。この先ほどの規範の機能の2つは、怒った時には抵抗という仕方で人を動かそうとすることがあった。しかしこの LII と EII はやり返されないように人を動かすことはほとんどしませんと。また SE への自信のなさは弱さや無力さという仕方で現れると、何をすべきか、なぜすべきかについて道徳的に説明したり指導したりすることはできるが、他人が反抗したり自分の言う通りにしなかったりすると対応できなくなると、こうすると自分の理屈や思いは捨てて、他人には必要なことをさせるだけでなければいけなかったのだろうと思うと。不可能ではないにせよそうすることは極端に難しいことですと。人を動かさなればいけない状況になるとどうしたらいいのかわからなくなりますと。そこまで弱くはないですね。まあそんな感じはしますね。ただ、はい、あの人にやらせるときに仕事をね、ちゃんとしてる人はちゃんと言ってちゃんとやらせるんですよ。お前最後までやれよみたいな。僕はそうじゃなくて、もう君はいいよと、もういい、もうまたちょうだい、今の状態でいいからっていう、自分でやるっていうのを選ぶんですね、行ってやらせるじゃなくて、はいはいはい、SE の人たちは多分行ってやらせる人たちですよ。 SE の人たちは行ってやらせますよ多分、はい、でこの LII と EII の人はそれすらもちょっとできないぐらい、人がやらないとかだと、やらないって言われたらもうどうしていいか分からない、分からないってなるんじゃないですか。なるほど、この辺どうなんですかね、はい、